人の体っていうのは S 字にカーブをしていて、頸椎がこう反ってて、胸椎がちょっと飛び出して、またこういうふうにちょっと反った状態になってるんですね。こう緩やかな S 字になってるんです。で、よく見受けられるのは、骨盤がですね、これ骨盤ね、骨盤がね、こう後傾してしまってる人がよく多いです。男性なんかは年を取ってくると腰椎に力がなくなるのでずーずっとこう落ちてきます。そうすると膝が絶対曲がった状態になってしまって、でこの状態をよしとして踊ってしまうというのが全然違います。で、運動性は何のスポーツでもここが伸びてしまうというスポーツはないので、必ずテニスでもバスケでもバレーボールでも卓球でも全部この構えになるということは前傾姿勢であることは絶対なんですね。それがなんかダンスだと女性なんかだと頭が後ろにひっくり返るから、これでバランスを取ってる。やっぱり骨格から動かしてしまうから、骨盤が前に出てしまったから頭がズベベって後ろに行ってて、ここパンパンに張ってライズができないって言ってるおばちゃま方とか見受けますけども、そういうことはやってないんだってことなんですね。じゃあどうしてんのよって言った時に、やはりこれを見ていただきたいんですけども、腰椎の部分ですね、ちょうど胸椎のここ、頸椎が7つ、胸椎が12個あるんですね。ちょうど12のちょっと上くらいからね、後ろの方にちょっと張り出してて、このような角度になるんですよ。で、そうするとこれをちょっと分度器で測ってみたんですけど、角度がマイナス25ぐらいなところから始めるとです。これが例えばここにも書いてある0度だとすると、このちょうどこの辺ですね、肋骨のちょっと上ですよ、下肋のあたり、ここからここまでのところにこの角度をつけるんですよ。わかりますか？ここまっすぐですね、これです。で、この角度をつけるんですよって言ってなんか間違ってしまうと骨盤を回転させちゃう。これは反り腰になって余計力が抜けてしまいます。ここと違うのは、胸椎がここに置いたままちゃんと足の25度もマイナスになってるかということです。これがマイナス25です。ここが0、これです。だとここの胸郭もこの肋骨の方がちょっと前に出てこの角度です。で、この状態でですね、さっきの内旋する、外旋する、外旋する、内旋すると、この運動をやれるようになってくるといいです。で、なんかこの間声をかけてくれた、なんか YouTube 動画すごいですねって声かけてくれた先生も、やはりこの回旋はすごくいいですって言ってましたね。はるかに上手な先生でしたけれども、すごくなんかこの運動は YouTube で見てとても参考になりますと言ってましたから、やはりこういうことってすごく大切だと思います。関節というのは物理的にこれが関節ですっていうふうに見せられませんよね。ということは、骨と骨の間の空間を関節というふうに言ってるんですよ。骨と骨の間が関節、空間。ということは、この手首ね、ちょっとね、これこうなってると想像してくださいね。で、この手首関節っていうものを後ろにやって、見えますか？よく。後ろにやって。手首関節、後ろにやって。って言ったら、この関節はちょっと、こう後ろに行きましたよね。でも後ろに行くと同時に指先は前に倒れますよね。で、これが重心視点で入れ替えるなんですね。で、それをするとここのちょうど前腕の部分も、このちょうど白いブレスをしているところが後ろに行った分、見てください、こちら側がちゃんと前に出てる。これなんか鶴のポーズみたいな、ギュジャッキーチェンジャケンみたいなね、こういう格好になるんですね。で、この空間が移動しているのが、実は股関節のところも、ここがここから後ろに行っちゃったら倒れますから、このパーツが前にスライドして、なんかちょっとこう CT スキャンで切ったみたいにスライドして、だんだん畑みたいにダンダンダンとなっています。そうすると足もこれが後ろに行ってダンダンダンになります。そこの空間です。で、この状態でこの運動をしながらいろいろやってるっていうことなんですね。なので、この運動してくださいね、皆さんね。これこうやって、これこれこれ、この間の動画でも見せました。これそれでやれるわよ、私だって。こうでしょってやってる人は関節視点になってますから、これをちゃんと自分で目見えない人もよくいるんですよ。完璧みたいな。なんで、私当たってるかちょっと見てた時、違うじゃん、あんた先生はさ、ここがさ動いてるけど、あんた止まってこうなってるじゃんとかさ、こういうことをなんかみんなでやりながらやってくれると違いが分かってきます。最初全然違い分かんないです、これと何が違うのよこれのみたいな。だけどこれを永久にやっていると関節を使う癖がつくから、ずっと全部これも、あ、これこうするのねみたいな感じになっちゃいますけど、この空間を後ろにやるです。で、この状態を作ったら、先ほどのこの内旋外旋をするということなんですね。で、じゃあずっとなんかケツ引いてるみたいじゃないかってなりますけど、違いますよ。これは今度は説明をすると、
ここにペンドゥラムスイングっていう、下からこういう中華鍋の底をスイングしてくる、このペンデュラムってここですよね、仙骨がこういう動きがあったり、それから上からこの、ね、メトロノームのカチカチってなるやつのこの運動ですね。このメトロノームスイングって2つあるじゃないですか。それの仙骨を後ろへ前へっていうこの運動をやってる時っていうのは、あのペンデュラムスイングなんですね。で、例えばナチュラルタの男性なんかだと、一歩目こう出ましたと、右足で出た時に、次にこの硬いの部分とこの膝の部分が内旋すると、なんかね、ここがまっすぐ進んでいくんですね。だけどこっちが突っ込んでくる人は絶対下に行ってしまうんですよ、太ももが来ると。でこれ大失敗で突っ込みます。なので必ず膝がまっすぐ行くようにっていうことは、かなりこちらも引いていないとダメですよね。これがお前も一緒に来たのかいってなっちゃうと下に行っちゃいますから、これはちゃんとバックをしているから、この膝から上の部分と膝から下の部分がまっすぐ進むということになります。で、ここまで来た時に次仙骨がスイングしていくから、次のピックアップした2っていうのはこういう形になるんですよ。で、これ見てください。この時はさっきの後傾したおじさんと同じ格好みたいに見えますよね。ところが後傾したおじさんが最初からやったペンドラムスイングは下に落としてしまうから前に行けないんですね。だからしっかりさっきのマイナス25度から始まって、硬いの部分と膝から上がスイングをしていったところに仙骨のペンデュラムスイングです。で、ここです。で、ここからこの硬いが抜けていく間にナチュラル回転ですから、今はどっちかというと、あの予備足が入ってきて、予備足からの一歩出たところだから、なんか体左回転なんですね、男性の一歩って。で、ここからどれペンデュラムスイングをするよとなって、ここまでピックアップになったその瞬間に太ももが舵取りですから、右のハムが外旋、そして左の膝は内旋で前に行きます。でも仙骨は上に上がっていくから、ここからこんな格好になります。ここなんてもはやここ突っ張ってるようにしか見えないんですけど、突っ張っておりません。その証拠に降りれます。で、こうなってロックしてしまった人は前に行きますから、これが今のこの状態からちゃんと緩みの中で次のフットを使ってライズをしていく、でこういうことになってるんですね。なのでこのペンデュラムスイングの時に、なんかちょっと似たようなことがいっぱいあるんですよ。この後傾してしまった形と似てるけど、最初からこうはやってない。必ず先ほどやったマイナス25度の世界からちゃんとこの股関節を使って、下がこの下がスイングができるような形から入っていきます。こういうこといっぱいあります。で、その足の間で、この必ず間でしごきます。間でしごくね、この間でしごくというのがすごく大切です。メトロノームスイング、要するに上からハッと落ちるときですね。例えば女性の2と3ってシャッセで、3って横、少し後ろというところに置きましたね。で、次ここでみんなさ、こうやってダンってこう落ちてる人が多いんですけど、この2と3ってついた、さあ次は男性をアウトサイドにインバイト、まあ招待しますよね。いらっしゃいって、こう どうぞお通りくださいって言わなきゃいけませんから、その時の準備としては、この太ももが右が内旋して左が外旋したら、それがうまいこといくのか、逆に言ったら右が外旋して左が内旋すると男性をうまいことインバイトできるのかって言ったら、こちらですよね。でもこっち使ってやったら、これはサイドリードで交代になるだけなんで、ここのナチュラルターンの外側に出る時の1歩目には適さないから、反対側を使うわけですね。2と3って次ナチュラル回転ですから、ナチュラルターンですから、この時は右足のハムちゃんを引いて、こちらの肩ね、この前の方の足を内旋させます。で、これを真ん中でやって着地、そしたらさらに次の真ん中までこの格好を続けながら行くと、こうなるんですね、足が。で、こうなった時に、なんならここで座れるぐらいの感じです。全然怖くないですよ、後退が。で、ここの状態まで来たら2と3、あ、そうか、こっち外旋内旋だと、こうなりますね。立ってからやるんじゃないです。真ん中でついた、降りながらフォールしてる間でこれをやって着地する。さらに真ん中に行こうとした時にもう一回しごくことによってここまで来ます。で、ここまで来たら今度はまたこの太ももちゃんは外旋ですね。そして左足は内旋します。で、心もまた真ん中でします。真ん中でするから足が抜けていきます。で、ここもまたほら、先ほどの仙骨をこちらに揺すっているこの左、あの横スイングが出てきますね。この横スイングはここじゃダメです。ここからこうです。なので女性は常に頭がここから、下が進んでから男性に対してついていくっていうことができるよっていう話なので、これちょっと今日かいつまんでバババって言いましたけれども、何回も見てみてください。
なんかね、ダンスって面白いんですよ。反対のことをいっぱい言うから、そこではやらないのとか、回転はしないのとかって、で回転したから回転するのって言われますから、それが適材適所で使わないとやらないのって言われると、ブーってなって今度やれなくなるってことがあるので、やっていいし、そこじゃない場所ではやってたりするんですよ。なのでなんか似てるようなこういう骨盤がなんか後傾した格好も出てくるんですけど、鼻から最初からこうなってるわけではないという、運動性としてそれは適さないということなんですね。骨盤のこの角度っていうのは、後ろにすごく受けるようになっていて、前には10度しか伸びないって言われてるんですって。こう、このストレッチきついですよね。だからここ伸ばすのね。なのでやっぱり後ろの方に曲げてて、そしてそこからこれが後ろだから、要するにテイクバックしたらプレパレーションとかって言って、そこからこの膝というところが前に進んでいくというのは、膝が行ってるわけじゃなくて、関節の空間をこいつとこいつが重心線で入れ替えて進んできて、上がった時次の足がこういう形を取るという、こういうところがすごく大切だと思います。ゆっくりとまた見直してください。それでは。